ノーマネーノースマイル。皆さんこんにちは、マネージャーの瀬野です。いつもマネージャーをご視聴いただきありがとうございます。さあ今回ですが、今回はこちら、相場格言シリーズということで、相場にはですね、幾多の修羅場を乗り越え、酸いも甘いも知り尽くした猛者たちがその教訓として残した言葉、相場格言というものが存在します。人間誰しもが持つ欲や迷いを見事に言い表したそれらの言葉には、データや理論を超越した説得力があるように感じます。判断に迷いが生じた時、そして失敗から何かを学ぼうとする時、その言葉に触れて投資の真髄を感じ取ってみてほしいと思います。ということで、今回ご紹介する格言がこちらです。頭と尻尾はくれてやれ。ということで、その真意とはどういったものなのか見ていきたいと思います。はい、今回お届けする相場格言、頭と尻尾はくれてやれ、これの意味ですけれども、一言で言ってしまえば、最高値で売ろうとか最安値で買おうなどということは考えるなという意味になります。でこれはですね、投資において誰しもが思うこと、最安値で買って最高値で売りたい、そういう気持ちに対して苦言を呈している格言ということになりますが、底値で買って天井で売るというようなことはほとんど不可能なことであって、それを狙うと結局は買い時売り時を逃してしまう。それによって最終的に本末転倒になってしまうということを戒めようとする言葉ということになります。つまり、買いを入れるまたは売り逃げる、どちらもですね、上下は少し残して余裕を持って身構えておく、それがいいんだということを先人たちは言っているわけです。具体的に見てみましょう。はい、こちらはソフトバンクの株価の推移になりますが、1年日足のチャートをご用意しました。で、まあこれは一つの例なんで、ソフトバンクだからということではないですけれども、どんな銘柄もこのように上がったり下がったりということを繰り返しながら相場を作っていくわけですが、まあこれは当然過去の推移ということになるわけなんで、こっから今6387円つけていますよね。こっからどうなるかっていうのは誰にも分かりません。ただし、その流れというものがあって、さまざまなチャート分析とかそういったものがありますけれども、今回の格言に照らせば、頭と尻尾はくれてやれということですので、人間こういうチャートを見るとですね、じゃあここで買ってここで売れればいくら儲かってたのかというようなことをすぐ考えるんですが、そうではなくて、自分の中で例えば上がり始めたこの辺りでソフトバンクはまだまだ高値取っていくんじゃないかと思ったら、ここで買って、その後ですね、自分の予想通り上がり始めたという時にはもう2割3割で売ってしまいなさいというようなことを言っているわけです。アメリカのヘッジファンドで親子2代にわたってファンドマネージャーとしてですね、活躍した人が書いた本なんかにも、もう利益はできるだけ早く確定しなさいということを書いていたりしますが、今回ご紹介する格言、頭と尻尾はくれてやれというのは、この一番底と一番てっぺんを狙うんではなくて、途中この中で売買をしなさいと。これは大きな流れ、あるいは小さな流れ、全てにおいてそうですね、まあ、自分が設定した期間の中でということにはなりますけれども、まあ、株式相場に対峙するにあたっては、今から上がっていくだろうというタイミングで買って、そこからまだまだまだ上がるんだということばかりを追っかけていって、一番てっぺんで売ろうとするんではなく、今もしうまく利益が出せているのなら、なるべく早く確定しなさい、一番てっぺんで売ろうなんて思わずに、少しの余力を持って売るということを考えておくべきなんですよということを言っているわけです。でこれは逆もしかりです。例えばこの例で言えば、今株価を見ていると、買おうと思ってたソフトバンクが下がり始めたと。じゃあこの株価が下がり始めて、イメージとしてはこう下がって上がり始めたところで、この辺で買えれば一番利益が出そうだなと、その後上がっていった時に一番大きく利益が取れるんじゃないかというふうにイメージしがちなんですが、そうではなくて、もう下がっていった、あ、ここでもいいですし、ここでもいいですし、ここでもいいですし、そういったもう一番底を取るということは諦めなさいと。買い下がっていくというの難品買いというような言い方をしたりもしますけれども、こういう形で、まあ、買い値を、取得単価を下げていくということも大事ですが、まあ、そもそも一番底で買えるというようなことは思わない方がいいよというのを言い表している言葉になります。まあ、株式相場に対峙する、つまり株式を売買するということに際しては、さまざまな投資戦略、投資手法、あるいは分析の方法っていうのがあってですね、もちろんこれが正しいというつもりもありませんし、一つの相場格言として
ある言葉ですので、まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですけれども、一つの教訓としてですね、人間の心理としてやっぱり一番安く買って一番高く売りたい、一番底値で買って一番高く売れたらいくら利益が出たんだろうということばかりを考えがちなんですけれども、これは特に投資初心者が一番考えがちなんですが、そうではなくてこの間で売買するというような気持ちを持ってですね、これの場合は日足ですけれども、この途中で例えば下がっていく、まだまだ下がっていくと思ったら、この途中で信用で売って買い戻す、そうすることで利益を生んでいくとか、そういうこともできますよねということも言っているんだと思います。もし何かの銘柄をですね、今後上がっていくだろうということでどこかで買いを入れました、そして思惑通り上がっていきました、そうした場合にはまだまだ上がると、まあこれ超長期の場合はもう買い増し買い増しで、いつもマネージャーでお伝えしているドルコスト平均法ということで、長期トレンドでずっと上がっていくと、長い長い目で見て買いだめていくということであれば、もう売るということを考えなくていいんですけれども、まあ、デイトレーダーとまでは言いませんが、短期筋、短期中期で売買をするということになれば、一番てっぺんで売りたいというようなことは考えるなということになります。今回の教訓から学べることをまとめておきましょう。はい、今回の相場格言、頭と尻尾はくれてやれ、この言葉から学ぶべきこと、それは結局のところ株は売り時が一番難しいんだということです。買うのは誰でも買えます。この銘柄いいんじゃないか、今後業績が上がっていくんじゃないか、期待値が高まってもっともっと株価上げていくんじゃないか、そんなことを考えて買うのは誰でもできる、簡単にできます。でも売り時を的確に判断できてこそ一人前なんだということなんですね。投資初心者は特にですが、上がれば売れない、下がれば売れない、それで結局塩漬け、そんなことが往々にして起こります。ですので期待リターンや期間、そういったものをしっかりと事前に決めて入る、まあ、買いでも売りでもいいんですけれども、信用だったら売りで入る場合もありますが、多くの場合は現物で買いでということになろうかと思いますが、事前に期待リターンや期間というものをしっかりと見据えて取引をスタートさせるということが大事だということです。初心者はこのイグジットですね、出口戦略というように言いますが、イグジットを思い描けないままマーケットに入っていくために失敗するんだということをこの言葉を表しているんじゃないかなというふうに感じています。買いで入ろうが売りで入ろうが、イグジットのイメージ、出口戦略をイメージしてしっかりとそれを思い描けた状態でスタートを切る、それが株で勝つために最も重要なことなんだということをこの格言は言い表しているんだと思います。ということで結論、スタート時点ではもう勝負はついてる、勝負は決まってるんだということを今回は覚えて帰っていただけたらと思います。頭と尻尾はくれてやれ、この言葉はまさに人間の欲とか実際に買ってからの心変わり、そういったものを言い表しているんじゃないかと思いますけれども、自分の感覚のマックス、一番下と一番上を期待するんではなくて、その間でいい具合にうまい範囲で売買をしなさいということを今回の格言を教えてくれているものだと思いますので、ぜひこういったことも頭に入れながらまた相場と対峙していっていただけたらというふうに思います。はい、ということで今回は相場格言シリーズということで、頭と尻尾はくれてやれ、そんな言葉があるということをご紹介しました。これからのあなたの株式投資、そして資産運用に何かお役に立てれば幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。